前提下は、キスゲアカの多年層。一般には、日光キスゲの名前で呼ばれることも多い。また、各地で別々に同定されたため、和名、学名ともに混乱が見られる。日本の本州などでは高原に普通に見られるが、東北地方や北海道では、海岸近くでも見られる。関東では定地型の武蔵のキスゲや、奥多摩、埼玉、茨城県でも、 定置型の自生の日光キスゲが見られる。夏季は5月上旬から8月上旬。草原、湿原を代表する花で、群生すると山吹色の絨毯のようで美しい。高さは50センチメートルから80センチメートル。家計の先端に数個つぼみをつける。花はラッパ状で、大きさは10センチメートルぐらい。花びらは6枚。朝方に開花すると夕方には、 しぼんでしまうついたちばな。武蔵の木すげは開花の翌日まで開花する。日光の霧降り高原、小瀬ヶ原、霧ヶ峰などの群落が有名である。花が黄色で葉が笠すげに似ているため、地名をつけて日光木すげと呼ばれ出し、全国に広まった。ただし、栃木県日光地方の固有種というわけではなく、前提下は日本各地に普通に分布している。日光地方では、 キリブリ高原を中心に日光キスゲ祭りが毎年開催されている。府中市ではゴールデンウィークの頃にキスゲフェスティバルが開催される。本種は分類の右与曲折のためは妙、学名ともに混乱が見られる。本種の分類は1925年に小泉らにより HS キュレンタとされた。1949年大井により当時は ミドンダーファイと分類されていたエゾ肝臓の変種、ミドンダーファイバリエーション、エスキュレンタとされた。次に1964年、北村らにより姫肝臓の変種とされ、H、ダモルテリバリエーション、エスキュレンタとされた。また、前提下群の分子系統学的解析を行っている野口は、大いの見解を受けて、H、ミドンダーファイとしている。 本種自体は普通種であり、個体や群落自体が保護されているものではないが、天然記念物指定地域に多く群生している。参考、国指定植物天然記念物園芸植物として植栽される。特に近年は園芸種として幅広く流通しており、日光キすげの名で花店やホームセンターの園芸コーナーでもよく見かけるほどまでになっている。また、台湾では近親。 またはファン花なのなで食用とされる、食材として乾燥した花、ありがとうございます。